はい、皆さんこんにちは、キャビチャンネルでございます。私今中津に来ております。石田さんはあの怪しい関係のお方でございます。そしてこの化粧前はその方の化粧前でございます。ね、ちょっとねこの方の特集みたいなの作ろうかなと思って、立花大五郎特集でございます。ではね、今から着替えるところをね撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では行ってみましょう。立花大五郎じゃん。そんな入りに時間かかんないの。え、あ、撮ってんの。あ、ごめんなさいごめんなさい。撮るな、撮るって言ってよ。俺、貴重面なとこちょっとバレちゃって。そんな貴重面にしてるとこ見たことないな。個人物の場所も分かってないとこ。自分のトップでいける着物がどこやったから。ほら、座長さんのトップでいける着物。ダチョウさん自分で撮ってるよ。これだこれだ、これでいい、これでこれでいい。はい、今日は中津のぶらり太平楽10周年、はい、座長大会ですね。どうですか意気込みの方は。いいですね、楽しいですね。やっぱ皆さん座長さん集まるとお芝居からなんか戦いもありますしね。はい、戦いはありますし、やっぱ自分たちの楽しみもありますから、思いっきり楽しんでいきたいと思います。頑張ってください。さあ、夜飲み、レッツゴー。いや、まだ止めないですよ。気終わるまで止めないですよ。いや、何よこの子も。はい、ね、自分でいつも着るんですか。今日は忙しいから。働かしなさい。すみません、すみません。あ、来ました、見てください、立花街のスターが。はい、ちゃんと、はい、座長のキツ書いてください、ちゃんと。はい、ごめん、ちゃんと。はい、キーちゃんに捕まってロックのさ、 YouTube 撮ってるんで悪口言わないでください。悪口じゃないのよ。カツラかぶる前にこうやってネットをかぶるんですね。はい、おすごい、面白い声でしょ。すごい。ボンレスハムみたいになって。誰がボンレスハムや。いや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 。ひどいね。あ、宮川さんですか。やめて。それだけは、それだけは。あ、すいません。こうカツラかぶる前にこうネットをかぶって、でこの下地、下地目で止めるという目隠しプレイ。はい、よ、SM プレイ大好き。誰が誰がやダメだよ、わけのわかんないこと言う。しかもカツラじゃないんだ。カツラ被るとこ撮りたかったのに全然カツラじゃないよ。え、今から売りに行きます。布1枚、劇団グッズ売りに行くの今から。布1枚は例えばカツラの部分ですよ。さすがです。ちょっと布1枚まとえば、恥かかさないで大丈夫に言う前にせな。ちゃんと布1枚まとえば。あ、すごい、ここはもう役者のせいです。あ、入った。あ、入った。行ってきます。ダサい今の。今の行きます。いらっしゃい、頑張ってください。じゃあまた次の個人の時取りに行きます。いってらっしゃい。はい、ベル出して。動画、動画やないか、お前。まっすぐ出したって。ベル出しは横よ。
できましたね。芝居の支度ができました。今日は何てお芝居ですか。今日は、両姉さんの演出お手伝いいただきながらできましたすっ飛び占領旅っていうめちゃくちゃ楽しいお芝居です。三代目身内ですか。僕は、主役の翔太郎という何で身内なんでこぼよ。あ、すいません。翔太郎役をやらせてもらってます。よろしくお願いします。お願いします。行ってきます。もう行くんですね。はい、行ってらっしゃいませ。癖、歩き方の癖、しかも隠さないんだ、こうやって。はい、僕はね、ちょっと途中で帰っちゃうんですけど、はい、あとはね、撮影者はミキに任せて、撮っておいてください。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、また。はい、俺の手で隠します。はい。はい、つるベロ出して。今ベロ出して。ベロ出して。つるベロ出して、ほら。つるほらつるほらベロ出して。ベロ出してみ。つる出して。あかんわ。今鉛筆舐める時出して。出してほら。ベロ出して。いやもう動画でしょ。違うって写真で。せーの。はい。いや動画。いや動画。おい止めんなよ。いや動画。いや動画。今度写真。ほんとね。はい。チーズベロ出して。動画じゃねえやっぱり。じゃあ、ヨネさん。ベロ出して。何？ベロ出して。ベロ？いや。なんで？写真。いや普通にベロ出してって言ったらどうやって出します。やりすぎやりすぎ。それは違う。休憩中です。あ、何が動画だったの。そう、ツイッター用の動画。それで今私がメイクしたの気づかない。載せる最低お前。イエーイ。その時は私の職業は上人よ。これまた怪しまれるやつやな、これは。いいじゃん、もう隠すの。そっか。あ、じゃあ、ちょっと動画ごめんなさい。ないあ、どうごめんなさい。ごめんなさい。今のところじゃピーにしとこう。ピーにしとこう。あ、手打つと思った。やばい、手打つと思った。ごめんなさい。気をつけて。ごめんなさい。SNS 気をつけて。おやすみ。僕は女と行ってきますので。はい、着替えました。ねえねえ、女型やと思ったら立ち役だったんで化粧しかしないそうですね。これ以上しては見せないけどバナしちゃいます。あ、危ない大丈夫危ない。では、また3代目が着替えるときに取りに行きますんで。
できました。これより出前行ってまいります。キャビチャンネル登録よろしく。間に合った。